あなたのお悩み解決、ルンバ相談室。はい、ということで、今回も皆様からお寄せいただくルンバに関するお悩みごと、これを解決していきたいと思います。本日お寄せいただいたお悩みはこちらです。以前よりもルンバが掃除している時の音が大きい気がする。はい、ということで、実はこれ意外と問い合わせいただく内容になっています。普段通り使っていたら、ある日突然ルンバの音が、おや、大きいぞっていう風に感じられた時に試していただきたい、そういった、ルンバのアンサーをご紹介させていただきたいと思います。解決策はこちらになります。車輪とブラシを取り外してみましょうということで、実はですね、ルンバの音の原因となるのが、この車輪だったりとかブラシに絡まったゴミとか、あと髪の毛だったりとかっていうことが結構多く原因として挙げられます。ルンバ自体、回転する場所ものすごく多いんですよね。やっぱり回転する場所に髪の毛だったりとかゴミとかっていうのが絡まってきますので、これからお話しさせていただく4箇所の、ブラシだったりとか車輪を取り外してお手入れをしていただければと思います。ではまず1つ目、前輪部のお手入れ。ルンバ前輪部が抜けるようになってるんですね。どの機種も共通して裏面にしていただいて、前輪部をつまんで真上に持ち上げていただくと、ルンバ本体から引き抜くことが可能になっています。で、引き抜いた後、ルンバ本体のそこの前輪部があったくぼみの部分にゴミが溜まってないかというのを確認してください。で、もしゴミがあった場合は取り除いてください。で、さらにこの車輪の部分ですね、これ前輪部のパーツから取り外しが可能になっているので、取り外していただいて、今度はここの車輪についている軸の部分、これも実は取り外せるんですね。そしてそこの軸についているゴミや髪の毛を取り除いてください。で、さらに、ゴミが取れましたら全ての部品を元に戻していくんですけれども、その時に、車輪と前輪部がしっかりとカチッという音がするまできちんとはめ込んでいただければと思います。これで前輪部のお手入れは完了です。次に後輪のお手入れになります。後輪は車輪をですね、上下に数回押していただいて、車輪に挟まったゴミを落としてください。そして次に左右の車輪をですね、素早く回していただいて、車輪が問題なく回転しているかということと、あとこの左右の車輪の、抵抗がですね、右と左で違わないかどうか、同じであることっていうのを確認していただければと思います。続いてエッジクリーニングブラシのお手入れ。エッジクリーニングブラシ、コーナーのこのブラシになりますね。このエッジクリーニングブラシを押さえながら、ブラスドライバーを使ってネジを緩めていただきます。で、このネジを緩めていただくと、エッジクリーニングブラシ取れるようになってますので、取り外していただいて、そこの溝の部分に髪の毛やゴミがないかというのを確認して、もしあった場合は取り除いてください。元の位置に戻します。最後にデュアルアクションブラシのお手入れになります。ルンバ裏面見ていただくとですね、取り外しレバーというものがありますので、取り外しレバーを持ち上げていただいて、異物をまず取り除きます。そして2本のブラシも本体から取り外します。ブラシの端にあるブラシキャップを外していただいて、キャップの内側から髪の毛やゴミを取り除いていただければと思います。そしてブラシキャップの反対側にある部分というのも、軸の周りを髪の毛とか絡まっている場合もございますので、そちらも取り除いてください。そして本体からダスト容器を取り外していただいて、吸引口に溜まっているゴミなんかっていうのも取り除いてください。そしてブラシを元に戻します。600シリーズの場合はブラシの左下と右下にあるレバーに指をかけていただいて、ワイヤーガードを持ち上げます。そして異物をまず取り除きます。そして2本のブラシを取り外していただいて、黄色いキャップを外して、ゴミや髪の毛を取り除きます。それが終わりましたら、ブラシを元の位置に戻して、ワイヤーガードを閉じます。ある日突然ルンバの音が大きくなった時に、やっぱり修理出さないといけないのかなってすごく不安になってしまうこともあるかと思います。やはりですね、以前の動画でもお話しした通り、結構これもセルフメンテナンスで状況が改善される場面っていうのが多くあります。このブラシや前輪の定期的なメンテナンスを行うことで、各駆動部分のモーターの不必要な負荷っていうのが軽減されるんですね。それによって故障の予防にもなって、本来のベストな状態での清掃が維持できます。ぜひこの車輪とブラシを取り外してお手入れの方をしていただければと思います。前輪部、後輪、エッジクリーニングブラシとデュアルアクションブラシのお手入れをしていただければ、除去が改善されるのではないでしょうか。もし万が一それでも解決しない場合には、お気軽にアイロボットサービスセンターの方までお問い合わせください。次回の動画では、ルンバが段差から落ちてしまうんだけどというお悩みを解決するような内容にさせていただきます。
そちらの方もぜひご覧ください。また次回の動画でお会いしましょう。